どうもおはようございます。5月20日朝5時過ぎの相場解説になります。まあ今日はねもう相場そろそろ動かなくなるところですけども、ずっと上昇基調でいたこの圧力がですね、昨日の材料によって、大きく下にドカーンとね陰線を作りまして、この陰線ねで終わったかなっていうところですよね。その中でも下髭を出してその横の実体の伴うこの陽線がですね揃ってるんで、ここで一つ、線が引けるんじゃないかなっていうところですよね。はい、で、上の方はねだいたいこの辺りで線を引いていればいいのかなというところなんで、来週はねこのレンジでスタートできるかなと思うんですよ。138640、つまり1円幅ですね、この上下1円幅で。こっから週が明けて月曜日火曜日様子を見ながらエントリーしていくレンジ内オプションになっていくわけなんですけども、すでにまだねこれエントリーできてる方はいないと思いますけども、こっからバイでエントリーしていくとこういう風な含み益が取れてるよねってことなんですよね。まあおそらくこの間での素直なレンジオプションが効くんじゃないかなと思いまして、今週の相場解説は終わりにしますけども、ちょっと来週月火のね、材料の方見てみましょうか。いつもの外貨 EX ですけども、19日、昨日ですね、昨日の朝がこの8時半に CPI があって、まああんまり動かなかったかなっていう印象はありますけどね。その後パウエルの発言24時にありましたんで、あれが大きく、このね相場を引き下げた、これねこの陰線を作ったということになりますよ。パウエル発言がよろしいですかね。はい、でパウエル発言が土日で冷めて週が明けて、月曜日の朝は3月の機械受注がありますけども、これはそこまで大きく市場に影響はないかなと思いますが、一応ポジションは9時以降に持つことにしましょう。で、月曜日はそれで材料終わりなんで、多分月曜日からねこれねレンジオプションでトレードはできると思いますね、で火曜日なんですけども、火曜日もね指したる材料ないんですよ、ご覧のようにね、で深夜ですよね。深夜にこういったものがパラパラ出てきますんで、月火は通常の月火ですよね。月曜日も特に資金が集中することもないかなと思いますんで、まあ、あれだったらね月曜日の午前中に調整様子を見て、月曜日の午後から火曜日の深夜にかけてずっとテクニカルは効くんじゃないかなというふうに考えますね。はい、じゃあ今週はこんなところで終わりにしておきましょうか。ではお疲れ様でした。また来週よろしくお願いします。